皆さん、こんにちは。今回の動画はフェイト、アポクリファで活躍した露出カタロリッコ殺人キッチャック、ザ・リッパーについて解説していきたいと思います。また、フェイトストレンジフェイクに登場する同名サーヴァントについても、ほんの少しだけ触れていきます。ここから先は片付き作品のネタバレが含まれます。それでもよろしければご視聴よろしくお願いします。1. 概要。フェイト、アポクリファにおいて、ユグドミレニアの魔術師、サガラ・ヒョウマに召喚されたアサシンのサーヴァント。なのですが、サガラ・ヒョウマが用意した召喚は不完全であり、一度目の召喚儀式は失敗に終わります。サガラ・ヒョウマの暗示によって、彼を養わされていた娼婦の女性、陸道霊下を生贄として使うことで、二度目の儀式は成功します。しかし、サガラ・ヒョウマによって殺されそうになっていた陸道霊下の死にたくない、という強い願いに反応して召喚されたアサシンは、召喚されてすぐにサガラ・ヒョウマを殺害。霊樹を陸道霊下に移植し、その後彼女のサーヴァントとなります。正規のマスターではない陸道霊下は、アサシンへの魔力供給ができません。そのためアサシンは主に一般人や魔術師を借り、心臓を食べることで魔力を補給していました。借りの対象になる一般人は基本的に悪人ですが、それはアサシンの属性が悪、であるため、悪人の魂は相性がいくおいしいからでした。召喚の経緯から一応は黒、側のアサシンではありますが、聖杯対戦の参加者は全て敵とみなしておりマスターと二人で行動しています。フェイト、アポクリファではジャンヌによって消化され、悪霊の集合体としての結合が崩れた彼女たちが再召喚されることはありません。今後同じ条件を揃えても、別のジャック、ザ・リッパーが召喚されます。2. 人物。普段は可愛らしいワンピースを着た幼女なのですが、一度戦闘状態に入ればやたらと露出度の高い幼女に早変わりします。マスター、陸道霊下のことをお母さん、とマスターが重なったような不思議な発音で呼びます。文字に起こした場合はお母さんにマスターの指が振られます。一人称は私たち、聖杯に託す願いは母の体内に帰ること。これは決して抽象的な意味ではなく、物理的に、母親と認めた女性の腹部の中に入りたいという意味です。そのため、アサシンが母親と認めた女性への愛が深まるほどに、その女性を殺してしまうというジレンマを抱えています。しかしアサシン自身もこの願いを叶えるのは非常に難しいことを理解しており、マスターが善良であれば基本的には殺されることはないです。基本的には、彼女の真名は、ジャック・ザ・リッパー。かつてロンドンを震撼させた実在の連続殺人鬼です。世界中でその名を知られており、日本での通称は、切り裂きジャック。フェイトで登場する彼女の正体は、事件当時に多数いた娼婦たちに堕胎され、この世に生まれることを拒まれた子供たちの怨霊です。和風に言うのであれば水子の霊？この怨霊が母親を求めて起こした連続殺人の犯人に、世間から与えられた名前が、ジャック、ザ、リッパー、です。これは想像ですが、怨霊と入っても赤ん坊です。きっと母親のことを無条件に愛しているのだろうと思います。自分たちが産んでもらえなかったのは、まだ生まれるべき時期ではなかったから、そう考えているのではないでしょうか。生まれるべき時期より早く外に出てしまった、と考えたからこそ、母親の体内に戻り次こそはちゃんと産んでもらおう、そう考えているのではないでしょうか。涙が出てきました。事件の後に魔術師によって払われてしまいましたが、その後も噂や伝聞が残り続け繁栄霊としてザに記録されます。正体が判明することなく払われてしまった彼女たちは、その後も人々の噂に上り続けることになりました。ジャック、ザ、リッパーはその正体を知られることがなかったため、彼女たちの存在自体が噂、推測、伝聞、によって構成されています。故にその全ては真実であり、その全てが嘘であり、誰でもあって、誰でもない、無限の可能性を内包した繁栄霊、それがジャック、ザ・リッパーという存在です。アサシンとして召喚されたフェイト、アポクリファでは少女ですが、バーサーカーとして召喚されたフェイトストレンジフェイクでは決まった形を持たない存在となっています。
彼が持つ能力によって少女に変身した際は、フェイト、アポクリファのアサシンと同じ外見を持ちます。3. クラススキル。気配遮断 A プラス。アサシンクラスが持つ特性です。本気で気配を消して動こうと思えば発見がほぼ不可能になるレベルが A プラスです。攻撃耐性に入るとランクが大きく下がってしまいますが、攻術するスキルとの併用により、ジャック、ザ、リッパーによる夜間の奇襲はほぼ完璧と言えます。4. 保有スキル。キリアの殺人 A。暗殺者ではなく殺人鬼という特性上、加害者である彼女は被害者に対して常に先手を取ることができます。夜の場合は無条件に先手を取ることができ、日中には幸運判定が必要になります。ジャック、ザ、リッパーの幸運ランクは E なので、日中このスキルが有効になる可能性は低いです。夜であれば気配遮断状態からの使用によって、ほぼ完璧な奇襲を決めることができます。情報抹消 B。戦いが終了した瞬間に対戦相手、目撃者から自分の情報を消し去るスキルです。対戦相手であること、目撃者であること、という条件が満たされれば射程距離に関係なく発動可能です。暗殺、一撃離脱を基本戦術とするアサシンと最高に相性がいいスキルになっています。精神汚染 C。精神が錯乱しているため、他の精神干渉系魔術をシャットアウトできます。ただし、同ランクの精神汚染がされていない人物とは意思疎通ができません。ジャック、ザ、リッパーの場合は、マスターが悪属性を持っていたり、ジャック、ザ、リッパーに対して残虐な行為を行うと、スキルのランクが段階的に上昇します。陸同霊化は問題なくコミュニケーションを取れていたようなので、精神汚染スキルを持っていたと思われます。いつの間にか養わないといけない紐男がいて、しかもそいつに殺されかければやみますよね。外科手術 E。所持しているメスを使用した治癒スキルです。術後の見た目までは保証されませんが、とりあえず治療ができるレベルです。作中では霊樹の移植という、一般人から見ると普通に手術するよりも難しいことをこなしていました。ジャック、ザ、リッパーの容疑者に医者が存在していたことから、獲得するに至ったスキルだと推測されます。5. 宝具。ザ・ミスト。ランク C の結界宝具です。ロンドンを襲った膨大な梅煙によって引き起こされた硫酸塩の霧による大災害、いわゆるロンドンスモッグを強化、再現する宝具です。一般人がこの霧に触れれば皮膚を溶かされ、吸い込めば肺を焼かれ、目に入れば眼球がただれてしまいます。魔術師であっても対抗策を持たなければ活動は困難で、劇中でのジークや獅子号は、咳込みながらなんとか移動するのが精一杯でした。サーバントであればダメージを負うことがありませんが、敏捷ランクが1ランク低下します。この霧の結界は対象、範囲を自由に選択できるため、もし集団戦でジャック、ザ、リッパーが味方になるような場面があればとても心強いでしょう。この宝具によってジャックはもう一つの宝具の条件である霧立ち込める場所というものをほぼ無条件に満たすことが可能です。マリア、ザ、リッパー。霧の夜に娼婦を惨殺した正体不明の殺人鬼ジャック、ザ、リッパーの逸話です。通常はランク D の4本のナイフですが、条件を揃えることで当時ロンドンの貧民街に8万人いたという娼婦たちが生活のために切り捨てた子供たちの怨念が上乗せされ、凶悪な効果を発揮します。条件とは対象が女性、メス、である、霧が出ている、夜であるの3つ、このうち霧は自身の宝具ザミスト、で代用することが可能なため、聖杯戦争における戦いでは1つ目の条件以外は容易に満たすことが可能です。これらが全て揃った状態で使用すると、対象の霊覚、心臓をはじめとした、生命維持に必要な器官を蘇生すらできないほどに破壊した状態にした後、問答無用で体外に弾き出す殺人が最初に到着し、次に、血液を喪失させ結果的に解体された死体にするという死亡が続き、最後に理屈が大きく遅れて訪れます。ボーアオタイツのランサーを彷彿とさせる、因果関係をいじってくるタイプの宝具となっています。呪いの主層を御所望解。
当たらないので結構です。条件が揃っていない場合は単純なダメージを与えるのみですが、条件が一つ揃うごとに威力が跳ね上がっていきます。この宝具はナイフによる攻撃ではなく、一種の呪いであるため、遠距離でも使用可能で、それゆえにこの宝具を防ぐには物理的な防御力ではなく、呪いへの耐性が必要となります。呪いへの耐性を一定以上持つ多くのサーヴァント相手には相性が悪いため、魔術的に最高のマスターを得て、三つの条件をすべて揃えることで、ようやく破産たちが使用するザバーニアの平均値に匹敵するだけのダメージを与えることができるとされています。フェイト、アポクリファ作中では、ルーラーに対してほぼ完全な条件で発動させたにもかかわらず、強力な呪詛耐性により大したダメージを与えられませんでした。ちなみにルーラーが持つ呪詛の耐性について調べたときに、これといって呪い対策のスキルがあるわけではなかったので、耐魔力 EX、もしくは聖人 B が呪いに反応しているのではないかと予想しています。6. 史実。ジャック・ザ・リッパーは、1890年前後にロンドンで発生したホワイトチャペル殺人事件の容疑者とされている人物の呼称の一つです。他にもホワイトチャペルの殺人鬼、レザーエプロンとも呼ばれ、非もしくは彼女が犯したと思われる殺人では、少なくとも3人の犠牲者から内臓が抜き取られていたことから、犯人には医学的な知識があったのではないかと考えられています。ジャック・ザ・リッパーという名称は、当時のロンドン警視庁に届いた、犯人を名乗る人物が書いた手紙に載っていたもので、メディアがそれを広めたものとなっていますが、新聞の売り上げを伸ばすために記者が書いたものであるという説もあります。ジャック・ザ・リッパーの存在は、当時のロンドンで大々的に報道されたこともあり、世界中にその名を知られることとなりました。ジャック・ザ・リッパーの関わったとされる事件は、ホワイトチャペル殺人事件が中心に語られることが多いのですが、全11件の事件の総称であるホワイトチャペル殺人事件のうち、実際には5件がジャック・ザ・リッパーの仕業であると考えられています。しかし、真犯人は見つかることなく、実際にどの事件がジャック・ザ・リッパーの犯行で、どの事件がそうではないのか、真相は闇の中です。また、当時のロンドンは大量の移民が流入してきた時期で、非常に治安が悪くなっていました。強盗等の暴力的な事件も日常茶飯事であり、殺人事件も少なくなかったそうです。そのため、実際のところはジャック・ザ・リッパーの殺人事件が戦術のように5件であったとは限らず、もっと多い可能性もあります。現在でも謎の多い人物であるジャック・ザ・リッパーについて研究、分析するリッパー学という言葉が生み出され、後年の創作物にも多大な影響を与えました。最後に余談となりますが、そしてここまで話したことがひっくり返ってしまうかもしれない話なのですが、リッパー学で検索すると、連続殺人鬼ジャック・ザ・リッパーの正体が判明した旨のサイトが出てきます。現在の DNA 鑑定技術によって導き出されたらしいのですが、信じるかどうかは、あなた次第です。今回の動画は以上になります。これからも型付きのキャラ解説や設定解説を行ってまいりますので他の動画も見てもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。